シャトーラトゥールの東北45度10分36秒、成形0度44分42秒、北45.176580度成形0.744957度、45.176580-0.744957。シャトーラトゥールは、フランスにあるワインのシャトー。1855年のボルドーワインの格付けでは、第一級を獲得している。 ラトゥールはボルドーの北西、メドックのポーイアック南東端に位置する。その境界はサンジュリアンに接し、ジロンド川の川口岸から数百メートルの位置にある。農園では全部で3種類の赤ワインを生産している。グランクリュに加えてラトゥールは2番手のワインとして、レホールド・ラトゥールを1966年から3番手としてシンプルな名の。 ポイアックを1990年から毎年生産している。1331年10月18日、メドックの不ゴーセムドカスティオンは、川口から300メートルのサンランベールの地に要塞を作る許可を与えられた。遅くとも1378年には農園も作られている。現在のワイン農園のシンボルであるサンランベールの塔は、 最初は14世紀後半に作られたものと考えられている。塔は名を変えながらも、要塞周辺の土地の名の由来となった。百年戦争時には、この要塞にフランス王に雇われたブルトン人の兵が入れられたが、3日間の包囲戦の末に破れてイングランド軍に占領された。1453年のカスティヨンの戦いの際に、イングランドの手から取り戻されたが、 フランス王の軍隊により完全に破壊され、当初の塔は現存しない。1620年代に再建された丸い塔は、実際は鳩小屋だったと考えられているが、現在でもワイン農園の偉大なシンボルとなっている。200年を経た今も、この建物は当時の塔の建材を使って建設されたと言われている。シャトーラトゥールのボトルこの周辺では14世紀からワインが作られ始めており、 中でも、ラトゥールのワインは、早くから認知され、16世紀には、モンテーニュのエッセイに登場している。16世紀の終わり近く、周辺の小規模農園がドミュレ家により一つに、集められた。この地は1670年に、ルイ14世の秘書を務めていた、シャバン抜けに買い取られ、結婚によって1678年、黒税家の所有に移った。1695年、 アレクサンドル・ド・セギュールが、マリー・テレーズ・ド・クロゼーと結婚した際に、ラトゥールは、セギュール家の所有となり、彼の死の直前の1716年には、シャトー・ラフィットも、また彼の所有となった。1718年には、彼の息子、ニコラ・アレクサンドル・ド・セギュールが、シャトー・ムートンとシャトー・カロン・セギュールをも手に入れ、素晴らしい品質のワインを生産するようになった。 ラトゥールの評判は18世紀初めには広く知れ渡り、イギリス等に向けた輸出市場においてもシャトーマルゴーやシャトーオーブリオン同様、格好たる地位を築いた。1755年のニコラ・アレクサンドル・セギュールの死により、ワイン農園は4人の娘に分割相続され、そのうちの3人が1760年にラトゥールを継いだ。主人が不在の間、ラトゥールは管理人に委託され、 往復書館を通して完全な管理下に置かれた。ラフィットをお気に入りとしたアレクサンドル時代よりも多くの手入れを得て、ラトゥールはその世紀の後半に品質を向上させ、後にはトーマス・ジェファーソンやフランスの大臣に気に入られ、1787年にはラ・トゥール・ド・セギュールは第一級ワイン畑に格付けされた。フランス革命が始まると資産は分割された。 セギュール・カバノック伯爵はフランスを逃れ、彼の相続分は1794年に競売にかけられた。農園はいくつかに分割され、1841年まで所有者はバラバラなままだった。一族は辞書が売りに出されるよう働きかけ、競売の結果、ネゴシアンのバートン、ゲティエール、ジョンストンが資本の20%を所有するようになった。 1842年民法、組合社とラトゥールが設立され、一族が株主となった。パリ万博前の1855年の格付けで、ラトゥールは4つの第1級ワインの一つに選ばれた。これによりラトゥールの評価はさらに高まり、その高値も確実なものとなった。現在の社ーは1864年に完成したものである。1963年、 辞書はついにセギュール家の手を離れ、とモンの名を冠せられた。この時相続人は、ラトゥールの株式の4分の3を、高度霊レー率いるイギリスのコングロマリット・ピアソン PLC 参加の財閥に売却した。株式は、ハーベー・エズ・オーブ、ブリストル社の手に渡った。アンディ・マルタンとジャンポール・ガルゲールが支配人に起用され、かなりの新規軸を打ち出した。 糖化資本が研究されて、買収と植樹により、ワイン畑が拡張され、酒蔵が増築された。ラトゥールは全工程を最新式に変え、古い多くの発酵タンクをステンレス製の温度制御されたタンクに取り替えた。より若い鶴から採れた実から作るセカンドワインが生産されるようになり、偉大なワイン用のブドウは1759年。 以来の畑の区画から採れたものだけを使用することに決められた。マルタンとガルデールは24年の長きにわたり管理顧問を務め1987年正式に引退した。1989年、ラトゥールはアライドライオンズ社に約11億ポンドで売却されたが、1993年、 フランス・ワピノーが自身の会社グループアルテミスを通して8億6000ポンドでラトゥールを購入、農園はフランスの所有に戻った。2008年12月、投資銀行のラザールが農園の売却申し込みを行ったと報道された。サンデー・タイムズ氏の予測によれば、利害関係者の一人は、ワイン界の大物ベルナール・マグレ、俳優ジェラールド・パルディューとキャロル・ブーケであるという。 またこの取引により、第一級に格付けされた1855年ものの一本が、この数十年来で初めて、ボルドー局にもたらされることになるという。農園には、広さ78ヘクタールのブドウ畑があるが、その内トー周辺部分47ヘクタールが、ランクロと名付けられ、ここで、偉大なワイン専用のブドウが育てられている。ブドウの種類の構成は、 カベルネソービニオン種80%、メルロー種18%、カベルネフラン種とプチベルド種とが2%となっている。グランクリュのシャトーラトゥールは、一般的には、カベルネソービニオン75%、メルロー20%、残りが、プチベルドとカベルネフランというブレンドで作られ、通常は年に1万8000ケースを生産している。 セカンドワインのレフォールドラトゥールは一般的にカベルネソービニオン70%メルロウ30%というブレンドで年間平均製造量は1万1000ケースである。ありがとうございます。